河野防衛大臣は10日、海上自衛隊の護衛艦1隻と哨戒機2機を中東地域へ派遣する命令を出しました。今まさに中東地域における日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の実施を命じたところであります。派遣される部隊は260人規模で、防衛省設置法の調査研究に基づいて中東の海を行き交う日本の船の安全を確保するために情報収集に当たります。アメリカ軍がイラン革命防衛隊の司令官を殺害してから情勢は緊迫化していますが、河野大臣は予定通り派遣することとしました。哨戒機は11日に日本を出発し、護衛艦は来月2日に出港します。現地で不測の事態が発生すれば武器の使用が可能となる海上警備行動が発令されます。